8月31日から9月1日にかけて放送される24時間テレビ日本テレビ系。毎年恒例の番組だが2024年は大きく変わった点がある。写真、嵐、相葉正樹の妻、A さん。メインパーソナリティが廃止になりました。2003年の時を以来、旧ジャニーズ事務所、現、スタートエンターテインメント。 のタレントがメインを務めていましたが、今年は24人でつなぐ24時間テレビ、と題し、24人が出演して企画を行う形をとります。今のところ出演が発表されているのは、嵐、相葉雅紀さんとキングプリンス、金プリ、高橋海斗さんのみです、スポーツ指揮者。相原が出演するとはいえ、例年、旧ジャニーズ勢が番組の顔、 だったことを考えると、メインパーソナリティなしの2024年は、旧ジャニーズ不在の年、と言えるはず。彼らがいないことで、ある影響が出ている。例年に比べ、チャリティーシャツの売れ行きがあまりかんばしくないようです。これまでは、キンプリやなにわ男子など、メインを務める旧ジャニーズの人気グループが着用していることで、ファンが多数、購入していました。 今回は、スタジオジブリの宮崎五郎監督がデザインを手掛けたとあって注目度は高いものの、勢いに欠けるようです。イベント制作会社関係者。8月17日には、相葉が MC のバラエティ番組、あー。みんなの動物園、日本テレビ系、が放送され、相葉と BTS、ジンが、相葉トリミングイン韓国。 という企画で24時間テレビに出演することが発表された。放送後、二人が着用していた T シャツに意外な反応があったようで。ジンさんが着ていた白の T シャツが爆発的に売れているんですよ。商品を販売している一部のイオンの店舗では一時品切れになったといいます。一方、相葉さんが着ていた黄色の T シャツは 番組の基本カラーなのである程度売れてはいるものの、ジンさんほどの影響力はないようです。ジンさんは6月に兵役を終えたばかりで、24時間テレビは除退後、初の日本の本格的なテレビ番組出演となります。こうした背景もあって、相葉さんと差ができてしまったのでしょうか。全出イベント制作会社関係者。T シャツへの反響という点で、相葉がジンに敗北。 したと言えなくもないが、芸能プロ関係者は、旧ジャニーズが番組の顔から外れたことも大きいと語る。旧ジャニーズのグループがメインを務めると、メンバーそれぞれのファンやグループ全体が好きな、いわゆる箱押しのファンなど、様々な層が番組の関連グッズを買うことが期待できます。ですが、相葉さん一人だと、嵐は5人で一つ、 というイメージが強いので、どうしても爆発力に欠けるのかもしれません。ただでさえ日テレは、2023年日報の系列局で、24時間テレビに関わった幹部社員の寄付金着服が発覚して以降、厳しい目にさらされています。旧ジャニーズの出演が激減したのは、かなりの痛手ではないでしょうか。視聴率も募金額の面でも、数字が窮地に立たされる回となりそうだ。